でですす書評です「マラソン1年生、えーと」これは漫画なんですけれども、えー、高木直子さんという漫画家が、えー、書いた、えー、マラソンの入門書です初心者向けのマラソン入門書で、えー、この高木直子さんという方も東京マラソンの映像を見て一を復帰してそのぐうたら生活から体を引き締めようと思って ゼロからのスタートをしたというようなそして最後は、えー、ホノルルマラソン完走に至るまでそれが、えー、1年の間で成し遂げちゃったら,らしいんですけれどもその、えー、記録ですねななかなかか、えー、面白かったです、えー、写真とか、えー、走り方のその、えー、ティーチングもあってなかなか役に立つし写真とかも楽しいので。 漫画ですっきり早く読めるしそういう意味でとてもワクワクしながら私自身もちょっとマラソンンをししよううといいモチベーションを上げてもらいました私がこの本を読もうと思った理由はですね私はウォーキングプレイヤーとかよくするんですけれどもちょっとジム行って走ったらかなり歩くのには早歩きは全然平気だったのが。 ちょこっと歩いてちちょこっっっと筋肉痛になっちゃったので、えー、歩くのと走るのでは当然なのかもしれないですけどもちょっと筋肉違うんだなと思って走る筋肉を鍛えようと思って、えー、マラソンについての本を探しててこれを図書館で見つけたので、えー、読んでみようと思いました、えー、役に立ったところはですねフォームですね普通ににに私はウォーキングにしてもランニンググししててももラニ あんまりフォームは気にしなかったんですけどもフォ,フォームは、えー、背筋をピシャッと伸ばして、えー、足を足の上げ方上げ方っていうかこう後ろに,送,るようにあ送り出すように歩くその上に腰,を腰の上にその上半身がピシッと背筋を伸ばして乗ってるような形で、えー、それから腕も前に振るのではなく後ろに振るというようなそういう丁寧な。 解説もついてましたそこがまずフォームの在り方坂道の走り方のフォームですとか練習の仕方そこら辺のフォームの在り方がとても役に立ったと思います役にまだ立ててないんですけれどもそれから食事について直前にちょこっと炭水化物系を取って走れば。 非常に後が楽であるということもうんちくもちょっとなるほどと思わされました。それから筋肉痛についての、えー、そうですね対策などもちょこっと書いてあるのでそこら辺が役に立ったと思います。私のその、えー、ウォーキングプレイヤー ウォーキングプレーヤーはウォーキングプレーヤーでいいとは思うんですけども健康維持のためにちょっとそれから痩せるということのためにそれから走るとやっぱり爽快なので楽しいというのもあるのでちょっと昔から気になってたそのランニング,ウォ,ーキングウォーキングよりもちょっとステップアップさせるというそういうモチベーションアップのために大変役に 立ちました <laughs> まだ、えー、2日ぐらいですけれども実際にマラソンをやってみましたこの本に書いてあるように距離ではなくて時間を、えー、測って例えば30分走るとか30分走るのに慣れたら1時間走るんだとかそういうことで私もちょっと、えー、今日は50分ぐらい走ってみました。えー、昨日は 30分ん45分かな、えー、だんだんそうやって鳴らして体を鳴らしていって、えー、私もいずれホノルルマラソンデビューをしてみたいなということをちょっと思いましたまだ宣言はしてないし今独り言をた,ただ勝手に言っただけですけれども <laughs> いずれ